名古屋駅ってね、個人的にはね、独特な特徴的な駅街じゃないかなって思うんですよ。カオスやなって思います。今回はですね、のんびりやっております東海道新幹線の全駅下車シリーズ、前回の岐阜羽島駅の次が今回名古屋駅になります。そしてこれまたのんびりやってますけど、地下鉄や路面電車がある街を Google Earth で巡るシリーズの、まあリアルバージョンの第2弾として、地下鉄東山線全線徒歩で行くツアー、そちらも名古屋駅の方に到着いたしましたので、そちらも兼ねまして、今回名古屋駅駅を出てみるとという感じで、名古屋駅周辺軽く紹介してみようかなという内容の動画です。ということで名古屋駅の方に到着です。この名古屋駅、駅を出てみますと、駅の東側の方に行ってみますと、まあ立派な駅前ですよ。さすが大都市の駅前だなという感じ。でもこれはね、表面に過ぎないんですよね。もうちょっとね、中の方まで見てみると、まあカオスですよ。一応今回の動画の注意点といたしまして、今回の話は名古屋駅が人口230万人を抱える三大都市圏の一角、名古屋県の中心都市、その中心駅かつ最大の駅かつそして顔となる駅というのを前提に話を進めていきます。あと主観も結構混じりますし、ガチンコの紹介というわけでもないんで、あくまでも旅のエンタメとして楽しんでいただければなと思います。ということで、カオス名古屋駅、じゃあ具体的にどの辺がカオスなのか、全部で5点ですね、それぞれ見ながら駅およびその周辺を散策してみましょう。まず1点目、まず名古屋駅自体がカオスです。JR 名古屋駅自体はね、まあ別にそこまであれかなと思うんですけど、問題が私鉄ですね。名古屋には名鉄、近鉄、2つの大手私鉄が乗り入れていますが、まずは近鉄。大阪が本社の関西の私鉄です。ここは名古屋です。つまりどういうことか、名古屋駅より西側の人や三重県の人は名古屋に関西私鉄に乗ってやってくるわけですよ。なんかもう初っ端から訳が分からない文章が飛び出してきましたけど、これが名古屋です。近鉄電車関西私鉄ゆえ、よく言われるのがここだけ関西。まあ確かに関西っぽい雰囲気ですよね。まあ、逆に東海っぽいって何とはなりますけど、駅を観察していますと、追い打ちをかけるように改札機を見ればピタパマーク付きだし、券売機で買える IC カードはイコカとなっています。まあもうこれだけあるともう完全に関西やなとは思います。一方もう一つの大手私鉄、名鉄。近鉄電車は改札入らなくてもその特徴が分かりましたけど、名鉄電車の方はね、改札の中入らないとその特徴が分からないので、せっかくなんで入ってみましょう。じゃあ名鉄電車、名鉄の方は何がカオスなのか、多分その存在でしょうね。鉄道駅としての存在自体がもうカオスなんですよ。昔から鉄道マニアの中ではカオスな場所として名高いそうですが、具体的には何がカオスなのか、そのカオスの元凶がこちら。なんと名鉄の名古屋駅は上下線1本ずつしか線路がございません。名鉄の名古屋駅はですね、名古屋駅前後でこのようにいくつかの路線が合流するんですけど、でも合流した先の線路は1本しかないんですよ。つまりいろんな路線からやってきて名古屋駅を経由して、その先いろんな路線へ向かっていく列車全てが同じ線路を通って名古屋駅にやってくるわけですよ。なのでこの時刻表に乗る列車全てをこの1本の線路、そして1つのホームでさばきます。そして来る列車に統一性はあんまりないですから、慣れてないと本当に乗客パニックになりますよ。そして線路が上下線1本ずつしかありませんから、列車の来る間隔も結構短めです。多分子供連れてきたらだいぶ時間潰せるんじゃないですか。ただ駅改良の話が持ち上がっていますので、そう遠くない未来に見られなくなる光景なので、その点は注意が必要です。なので近鉄は名古屋にいるはずなのに名古屋じゃないし、名鉄は存在自体がおかしいし、ということで1点目、名古屋駅自体がカオスでした。名古屋駅カオスポイント2点目、駅西がカオス。駅の東側っていうのはですね、名古屋駅の正面とだけありまして、いやすごい立派な駅前だよなと思います。でも反対側、西側は別です。駅を出てみます。で西側駅を出てみますと、あれなんか一見普通っぽく見えるよねって、どこがカオスなのとちょっと疑問を持たれる方もいるかなと思うんですけど、じゃあ横断歩道を渡って少し進みますよ。で少し進んでいきますと、なんか街の雰囲気変わってきたぞ。駅裏という言葉がなんかまんま当てはまるようなちょっとディープなエリアになりまして、そこからもう少しだけ進んでいきますと、今度は駅西銀座という場所が出現します。ここまで来ますとね、街並みもう下町だね。
名古屋駅の東側のすごい立派なビル群から西側反対側の出口に行けばなんか地方っぽい駅前になって、そこから少し入ればディープな雰囲気の飲食店街があり、さらにもうちょっと進むともう下町なのよ。なんかすごいよね。名古屋駅西側はですね、ずっと再開発から取り残されてきたエリアになります。なんか再開発名古屋駅で進んでもずっと東側ばっかで西側は全然進まなかったそうなんですね。まあこの街並みとか見てるとね、そういう土地の所有者とかも細かくだいぶ分かれてんのかな、たくさんいるでしょうから、まあ、なかなか大型開発をしにくい土地柄というのはもしかしたらあるかもしれませんけど、でもとても大ターミナル名古屋駅からの至近距離とは思えない光景です、雰囲気です。しかも結構閑散としてますしね。で過去にはですね、まあ、ちょっと具体的にはどの辺かは分かんない、駅西とだけしか分かんないんですけど、かつては日雇い労働者が集まるそういうのをまあドヤ街って言ったそうなんですけど、この駅西っていうのはそんな過去も持ったことがあるそう、そんな街でもあるんですね。まあ、とは言いつつも一応名古屋駅の目の前ですから、ホテルやビルとかも立ち並ぶところはあるんですけど、でもそのお隣の道をちょっと入っていきますと、またちょっと近寄りがたい少し不気味な場所もあったりで、名古屋駅西側好き嫌いなんかすごい分かれそうな、本当独特なエリアだなと思います。東口のこの光景からはとても想像ができないくらい性格が違いすぎる駅前ということで、名古屋駅カオスポイント2点目でした。名古屋駅カオスポイント3点目、街並みの変化が激しい。カオスなのは駅西だけなのか、そこは名古屋です。東もまあカオスだと思いますよ。名古屋はね、街並みの変化が激しい気がするんですよね。これは道一本入ってとかではなくて、大通りを歩いていてもです。名古屋以外でもですね、街並みが一気になんか変わったなーっていうのはそれはあるんですけど、名古屋の場合は駅前がすごい立派、そして駅を出て特に北とか西に向かうともう一瞬で都心を抜けてしまうので、より一層変化が激しく感じるんですよね。現在地が名古屋駅から地下鉄東山線で一駅の亀島駅というところの近くです。この亀島駅もう駅周辺はもうなんか郊外の住宅地っぽいような雰囲気もありますよね。そんな感じの住宅地が広がる駅前となっていまして、線路を挟んで東側に来ましても、まあ、あまり街中という感じはしませんね、まあ、しないんですけど、ここから地下鉄東山線上を名古屋駅方面に向かって南方向へ大通りを直進していきますと、あら不思議、なんか気づいたらめっちゃ都心になってるじゃんという感じのすごい変化の激しい街並みの変化を名古屋駅前の大通りでは体験できると。先ほども言いました通り、街並みの変化っていうのは、まあ、これはもういろんな都市であると思うんですけど、あとこの話は結構個人の感覚的な話になるので、まあ全員がうなずくとは思っていませんけど、名古屋はやっぱり他の都市と比べても駅出たら短い距離で一気に街並みや雰囲気が変わっていくっていうのはあると思います。故により一層変化を感じるんではないかなと思いますね。あと西から東側に向かうと駅西の開発が進んでないゆえの結果論としてこうなってるというのもあるのかもしれません。ということで名古屋駅カオスポイント3点目、街並みの変化が激しいでした。4点目、コインパーキングが豊富。これはね、もう名古屋駅前に限らず名古屋都心全体で言えるよなってのと、地方大都市とかでも Google Earth で見ていると結構ありそうなんで、駐車場とかコインパーキング、まあそこまで驚くことじゃないかなとは思いますけど、でも三大都市圏の一角ですから、三大都市圏の一角として見てみますと、やはり都心のコインパーキングの豊富さには驚きます。いやすごいよね、なんか信号が連続しているかのようにずっと続いているようにコインパーキングが連続して続いてるのよ。もう名古屋はね、なんか道一本入ったら視界からコインパーキングを消す方が難しいかもしれん。というのも名古屋って、まあ、やっぱり車は結構発展してるよなって思いますね。札幌市、東京特別区、横浜市、名古屋市、大阪市、福岡市、この6都市に従事する人の車通勤の割合を国勢調査のデータをもとに計算をしてみましたら、名古屋は札幌の 36.6% に次ぐ2番手で 32%、 このあとですね、福岡 30%、 横浜 17.3%、 大阪 10%、 東京 5.9% と続きます。そして名古屋、総数に関しては、人数に関しては特別区および政令市の21大都市の中ではその数トップになります。政令市の中では人口多い方ですから、まあ、当然総数は多くなってしまうんですけど、まあ、でも逆にそれだけ駐車場必要にはなってきますから、まあ、なのでそういうのもあるから、車で通勤する人が多いから、名古屋駅前であっても都心部であっても一定数の駐車場は設けておかないといけないよね、整備しておかないといけないよねという暗黙の了解があるのかもしれませんし、まあ、もしかしたら単純に土地の需要がないだけかもしれませんけど、まあ車通勤が多いっていうのは
こういう光景が見られる理由の一つになってんじゃないかなと思っています。まあお金があればでしょうけど、車でそのまま名古屋駅の職場へっていうのは結構便利かもしれないですよね。なので通勤の選択肢が増える街とも言えそうです。では最後5点目、名古屋駅東側、駅前のビルが並ぶエリアのど真ん中に卸売市場が位置しています。目の前に広がっているのが、まあ、名古屋駅前の街なんですけども、名古屋駅から本当歩いて5分くらいですよ。駅前でこんな光景が見られるのって本当に正直驚きました。名古屋駅から進むと最初ビル街でしたが、少し進めば突如としてこんな光景が広がります。こちら柳橋中央市場、また一気に街の雰囲気変わりましたね。おお、ビルが立ち並ぶエリアの道路に魚が置いてあるっていうですね。ちなみに福岡にも同じ柳橋という名で、柳橋連合市場っていういわゆるですね福岡の台所があるんですけど、まあ、あっちは博多駅からは多少離れていますし、天神駅からもちょっと距離あるかな。何より福岡は小売りなんですよ。小売りの市場なのに対して、名古屋駅至近距離に小売りじゃなくて卸売りの市場がある。やっぱ名古屋駅ってカオスだねって思います。ちなみに一般の人でもここ全然行けますので。そしてその卸売市場の中核となるのがこちら丸中食品センターになります。見てみますとね、まあどうだろう、水産物限定というわけではないそうなんですけど、でもやっぱ見てると水産物が多いですね。ちなみに行こうと思いますと卸売にはなるんで朝10時くらいには終わっちゃうそうなんで、まあ、逆に言えば朝もめちゃくちゃ早いんですけど、まあ、そういったところも小売りと卸売の違いですよね。見に行ってみたい人はやっぱ朝一で行く必要はあります。まあ、でもこんな感じで魚をさばくところとかも見られるのかな。やっぱ小売りの市場とは雰囲気違うなと思います。いやー、名古屋駅目の前の光景とはね、ちょっとにわかに信じがたいんですけど、でも住所は名駅となっています。名駅という住所です、ここは。ちなみに当シリーズ予算各駅ごとに1000円以上2000円以下と定めていますので、まあ、せっかくなんでここでお金を使っていきましょう。水産物の多い卸売市場ですから、どうだろう、海鮮系のお店とか多いのかなと思って探していたんですけど、そういうのはね案外なかったんですよ。海鮮丼を提供してるとかそういうお店はあんまなかったです。だから観光で名古屋来た場合っていうのは、もうご飯に関してはもう普通に名古屋飯とかモーニングとかそういうのを選択すればいいと思います。一応一箇所ですね、丸中食品センターの中に、まあ、とりあえず僕が行ったタイミングではね、マグロ丼を提供してるお店がありまして、こちらなんか中トロ丼が900円とかなってたんで、こちらいただきました。いや久々にトロを食べたんですけど、いや美味しかったです。ちなみに予算は1000円以上なので、あと100円を使う必要があるんですけど、どうしましょうか。ということで最後ですね、予算を使うために名古屋で一番高いオフィスビルと言われるミッドランドスクエアの最上階の展望台に行きましょう。チケット売り場はね40何階とかにありまして、そこまではタダで上がれます。そして屋上の展望台のチケット買いました。大人1人1000円でした。まあ、なのでこれで1900円使ったんで予算のミッションはクリア。ということで最後はこのミッドランドスクエアからの夜景を見て締めくくります。最上階までやってきまして、まず飛び込んでくるのが南方向の夜景。いやー綺麗ですね。ちなみにこの日は平日でしたので、平日の夜でしたので人もそんなにいなくて、ゆったり見ることができました。ただここ屋内ではなくて屋外になるので寒いは寒いです。なんでその辺は注意が必要です。まあ、でもこんな感じでゆったりとできるようなそういうスペースも設けられています。こちらが東方向、名古屋の都心栄方向ですね。とまあこんな感じで今回は5点ですね。まあ、僕が思いつく限りでは5点、この5点かなと思うんですけど、僕の主観というのはありますけど、名古屋駅のカオスポイントを見てきました。こんな感じでね、名古屋観光するときってね、他の大都市と比べたときになんだこれみたいな、やっぱりどこか独特さもある街だと、都市だと思うので、そういったところを探してみるっていうのは名古屋観光の一つの楽しみ方なんじゃないかなと思います。以上、今回は名古屋駅からでした。